タバ買ってきました。まあね、これな、お腹空いちゃっていいな。ドラクエいろいろキスシーンあったじゃない。笑ったよ。それをさ、私たち2人でやってみたい。2人で？再現ってこと？いいよ。2人で再現。やっぱ戦友じゃん。こちら何回もペアかぶっていろいろやったよ。だからお互いの演技を見てるわけじゃん。だからキスしよう。だからキスしようってなるん？いいよ、キスしよう。これやりたかったなみたいなのある？私たちのキス2サバイブのやつでってこと？あ、じゃないのにする？今までのドラッコイで。あ、いいよ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 。何があったっけ？キス的に可愛かったのは春ミキのキスね。それやる？内緒シュート、あれは可愛かった。春ミキで？どっちがどっちやるの？それとしたら私がシュンでしょ。逆でやってみる。逆にやってみようよ。私がミキで。うん。あと私のはあるもん。何が好きなの？どのキスが好きだった？生意気のキス好きだったかもしれない。生意気のキスは可愛かった。あ、何してんだろう俺。そうだ。教師のくせに。よく覚えてるな。じゃあもっと生意気なこと言っちゃおうかな。あ、言っちゃおうかな。そうだ。じゃあ。お互いのやつやる。だからめぐちゃんが私のナイスシュートで、私はめぐちゃんが泣いてるんやるわ。泣いてね。ようくんのことがやめって、なんか恥ずかしい。やばいって恥ずかしい。でも何回も見たでしょ。見た。なんなら昨日も見た。昨日も見たの？ずっと一緒だよ。うわー、ずっと一緒だよ。はずい。この後のさ、オーディションのところにだけにする。いいよ。ありがとう。ミキが見ててくれたから。メグが見てくれたからだよ。一人で勝ったんじゃない。メグと勝った。ミキと勝ったんだよ。最高のシュートだった。ありがとう。ずっと一緒だよ。ずっと一緒だよ。もう一度ゴール決めてもいい。ミキちゃんの顔、女になってる。めっちゃ女やん。やだ、見れたのか。恥ずかしい。試合終了じゃないよ。ミキ俊介ね。ミキやります。勝ってくれてありがとう。メグがいてくれたからだよ。一人で勝ったんじゃない。メグと勝ったんだ。最高のシュートだった。ありがとう。ねえ、もう一回ゴール決めてもいい？タイミングとか全部合ってたべ。きちんと振り向くね。ミキちゃんこっちだってキスしてる。ミキちゃんこっちてるように見えるよね。で、もうおしまい。まだ試合終了じゃないよ。これマジで恥ずかしいわ。これあと2話やんの。今やると恥ずかしいわ。実際さ、ドラゴン撮影中ってこれが当たり前じゃん。当たり前だし、きちんと男女でやってた。男女でやってた。でももうできない。私恥ずかしい。あの稽古できないわ。ずっと好きでしかやってないじゃん。やだ、なんか私はりょうくんが好きです。ここからがアドリブだってさ、ずっと忘れられてないんだよ、りょうくんが。あなたのこと、私なんて見てないじゃん。好きだよって言ってくれてでも、好きだよって言ってくれても、この子からすごく不安だし、どうしていいか分からないのにさ。こんなんだったから結構さ、フレディシーじゃなかったりして、ハム程度だってすり覚えられないわ。だってさねえすごい切り替え早い。「メグが好きだよ」ってそれはセリフだよ。違う、何だったっけ。だってさ私のこと見てないじゃん。見てないじゃん。あんたばっか見て。違う、そんなこと言ってない。私のこと見てないじゃん。りょうくんは忘れられてないんだよ、あなたのことみたいな。あ、じゃあこれももちゃんだと見立てて、それももちゃんだと思ってやるね。だってさ忘れられてないんだよ、あんたのこと。私なんて何も頭にないんだよ。なんで。だってさ、ちょっと待って、無理だこれ。セリフはすごい、でもほとんど一緒だ。合ってるな。ただ私が我慢の限界が来てた。私よし、もう笑わないから。ミキが好き。感情が溢れちゃって、メグが2人分降ってきちゃってさ、私が倍になってたから、倍女優モード入りすぎちゃって、え、あんなになってました。見比べてみてください。まさにあのままです。最後にさ、私たち全く関係ないの1個やろうよ。カクテルにする。カクテルどっちやりたい。はるちゃんはずっと笑ってたよね。って私大地君にする。ありますっていうか、私の居場所ありますか。作ってやるよ。俺から一つオーダーしてもいい。何をですか。こら。カクテル。おお、早い、やっぱ大事スピードだ。この撮影が終わった後もなんかさ、でもふわーって言ったからわかる。こうなるんだって思っててからのあの放送ですよ。すごい、こんなチャンスだっけ。結構すごくない。1話からここまでのキスって本当になかなかないもんね。OK、覚えた。ありますっていうか、私の居場所ありますか。本気でやるなら作ってやるよ。でも俺から一つお願いしてもいい？何をですか？カクテル。かんない。これガチリアル。これさ、本当に面白い。本当に面白い。絶対ね、これ面白くないでしょ。もっと真剣にやってみる。真剣に。逃げないで。ちょっとミキちゃんの顔が強すぎる。私は真剣に大地君を演じてるから。じゃあ逆でやろう。大地君やって。ちょっと待って、全然覚えてない大地君。あります。っていうか、私の居場所。ありますか。本気でやるなら作ってやるよ。俺からオーダーしてもいい？何もですか？第一スピードですわ。第一スピードですわ。これ本当これ大丈夫かな。これ私たち二人がキスシーンを演じてみたでした。